少年ナンバー001、ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティスト、この王院教。そしてラボメンナンバー002、コスプレ作りが趣味の高一点、椎名真由里。そしてラボメンナンバー003、スーパーハッカー柱井太郎。スタインズゲートと名付けたのも俺だ。なぜその名なのかもお前ならわかるはずだ。特に意味はない。そうだろう。ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。何？これより最終ミッション、オペレーションスクートの概要を説明する。確定した過去を変えずに結果を変えろ。その確定した過去を変えずに結果を変えるのだ。それがシュタインズゲートに到達するための条件だ。我的妈妈。